ここはあなたにとってトラウマとなっている場所よ。母さん、こんな形でもう一度会えるとは思わなかったよ。母さんもそうよ。あなたと話したいことがたくさんあるわ。だけど今は時間がないの。悪魔の契約を打ち破るにはトラウマを克服するしかない。いいだろう、乗り越えてみせるよ。これは失った正義を取り戻す戦いだ。なんでうちこんな場所におるんや。うちのこと心配して会いに来てくれたんか。ごめんな、頼りなくて情けないお母さんで。そばで見ててな、お母さんが強くなるところ。ここ首まだ痛いよ。誰？私はあなたが大嫌いな私、捨て去って忘れてしまいたかった私、ナナミ。それが私とあなたの本当の名前。違うよ、ナナミなんて知らない。ナナナはナナナだよ。ナナミは一人ぼっちだから、誰にも気づいてもらえないから、パパとママに心配をかけたくないから、この世界から消えてなくなりたいから。生きていくには心があまりにもすり減ってしまったから。だから私は私が嫌いなの。それはそうだったこともあったよ。でも私は強くなったよ、レイやみんなと出会って。だったら証明して、私に私が成長したところを見せて。いいよ、ナナナがみんなからもらった大切なもの、私に見せてあげるよ。この場所は知ってる。未来の手を離してしまった。未来の命を、その時の嫌な感触がずっと手に残ってる。お姉ちゃん、もう大丈夫だから。あの怖い人いなくなったから。え、これってあの時と。そうだ、また手をつないでほしいな。なんで手が勝手に。違う、私はそんなことしない。恐怖や怒りに支配されたりはもうしない。私は私、他の誰でもない。私自身がこの現実に向き合う、自分を貫く、残酷なこの現実から逃げたりしない。認めて、受け止めて、向き合って、何があってもクオンが願ってくれた幸せのための道を
諦めたりしない。今目の前にあるのは嘘偽りのない現実。目を閉じることも耳を塞ぐこともしない。私の理念、私の信じる私に身を委ね、ただ思うままに決断する。私は散々泣いてきました。愚かで情けなくて自己嫌悪に陥って、綺麗な涙じゃなかったかもしれません。無様な姿だったかもしれません。だけど、すべての涙には、すべての悲しみには、意味があったのだと、私は、そう思いたいんです。そう信じたいんです。だからこそ、こんなところで諦めるわけにはいかないんです。私は私であることを諦めない。私の心、決意、責任、その全てを捨てたりしない。私は自分の選択で未来をつかむんだ。なんでそんなことができないようにトラウマに埋め込んだのに。悪魔には永遠にわからないでしょうね。人間にはどれだけ傷を負っても克服する強さがあるの。はたな未来の私に任せてくれる？はい、妹、お願いします。母さん。せん、その強さで悪魔を、悲しみの連鎖を止めて。約束する。私たちの正義にかけて。なものは悲劇でもなければ喜劇でもない。ただのくだらない茶番。終わらせる。終わらせてあげる。奇遇やね。うちらも全く同じ意見や。結末は悪魔の望むものではないがな。エンジョイでエキサイティング、そしてハッピーエンドだよ。紋章の呪縛を解こうと、もはや無意味。
その肉体を刻んで、むき出しの魂を砕いて、すべてのイデアを最後の一滴まで奪い尽くす。我が名はメフィストフェレス。人間どもよ、メフィストフェレスに膝まきれ伏し、泣きながら命を吠え、さすれば惨めな姿にわずかばかりの慈悲が与えられよう。あなたたちから見たら、人間はちっぽけで滑稽で、だけど命乞いなんてお断りです。人間は泣くことしかできない惨めな生き物なんかじゃない。人は涙を、泣いた悲しみを、感動を、怒りを、笑顔を、強くなるための糧にだってできるんです。ただただ愚か。行きます。
手に裁きえい、やっちゃん、せいくなえふっ、かっせっ光の雨よ涙よ、ルテンシル、希望の星へ反対デイえい、やっか、せいくらえ天狗さばくえい、やっか、せいくらええい、やっか、せいくらえふっ、かっせっ、やっさまいふっ、かっせっ、やっさまい悲しみの夜でこそ輝け涙よ、ルテンシ、希望の星へ反対でえ、やった、セイクなえ光の雨よえ、やった、セイクなえふっ、かっせっ、やったまいふっ、ふっ、かっせっ、やったまい光の雨よYeah.
いです。悲しみの夜でこそ輝け、その魂の涙に運転し希望の星へ。ファンタデイシ
望み通りの運命ばかりではない。つかめないものもあれば、望まずしてつかめるものもある。涙の果て、彼女の物語は確かに一つの終わりをつかんだ。行ってくるね、セレマ。一人だけどちゃんと留守番できる？うん。あれから一月以上経っても、ここはあんまり変わらへんね。だが、悪魔による干渉がなくなったことで、現世に害をなす勇気は減ってきている。変国は、確実に変わり始めているよ。それは、新しい管理者が優秀なんかな。やっほー！呼ばれて飛び出たナナナだよ！ナナナ、管理者の仕事はどうだ？とっても大変！今も、現世に近づこうとした勇気に説教してきたところだよ！プンプン！本当に、残ってよかったのか？ナナナなら、蘇りを選ぶこともできたかもしれないのに。そうだね。パパとママに会いたい気持ちは、ちょっとだけあるよ。でも、ナナナが自分で望んだことだからね。粉骨砕身で変国のために頑張ってるよ。ちょっと待って、ナナナ。ここにいてええの？再生の歯車に近づいたら。平気だよ。今のナナナは完全体だからね。意味はわからないが、すごそうだな。ふふん。しかもまだ変身を残しているのだよ。それやったら完全体ちゃうやん。お待たせしました。レイ、とっても会いたかったよ。むぎゅってさせて。しまった、先越された。そうや、せんちゃんがおる。そういう目で見られても困るのだが。お願いやから真顔で解散といて。あの、そろそろ約束の時間ですよね。そうだな。あれからちょうど49日。ナナナが確認したけど、餌場は全部閉じてたよ。一応約束は守ってるわけか。あ、見てください。皆さんお揃いね。センも。お姉ちゃん、私のこと見送りに来てくれたの？嬉しいな。本当にこのまま行くつもり？それが一番自然だからね。それにアレセイヤの記憶でお姉ちゃんからの愛をたっぷり味わって満足したからね。でもこのまま居座ってると、いつかまたお姉ちゃんを独占したくなっちゃうかも。天国にいても現世にいてもきっとまた悪さしちゃうよ。未来、もっとずっと早くあなたの心に気づくことができていたら。ダメだよ。責めるなら私だけを責めて。お姉ちゃんは何も悪くないんだから。
ポテト以外もちゃんと食べるんだよ。うん。さよなら、未来。セン、あなたがしっかり者なのは、きっと母さんが頼りなかったせいね。母さんのことずっと守ろうとしてくれたんだよね。だけど今はまだ年相応の女の子でいいのよ。いつかあなたにも全てをかけて守るべき存在ができるわ。その日まで肩の力を抜いて自分自身の幸せを一番に考えなさい。母さん、ありがとう。ずっと私のそばにいてくれて。アナムネシス、うちは一度あんたのことを許したけど、その選択は後悔してへんから。もったいない言葉だわ。万物は流転する。あなたの涙があなたの未来を輝かせますように。